お疲れ様でございます。林と申します。本日もご視聴ありがとうございます。さあ本日は千葉県館山市にございますうさぎ屋さんへお邪魔いたしました。地元以外のリピーターも多いと聞いております。背脂ちゃっちゃ系の濃厚な一杯、ランチのメニューはラーメンのみ、背脂の量を選べます。美味でございました。早速ご覧ください。どうぞ。さあ千葉県館山市にやってまいりました。今回お邪魔するうさぎ屋さんは館山城の近くにございます。店内は小上がりとカウンター、非常に清潔に保たれていて居心地のいい空間。メニューはラーメンのみ、背脂の量をお好みでチョイス。超こってり麺固め、チャーシュー増量を注文し、待つこと約8分。さあこちらがうさぎ屋さんの超こってりラーメンでございます。まずはスープ、見た目より全然しつこくありません。背脂の甘みが口の中に広がります。そして麺、コシの強い麺はとてもすすりやすく、かなり好みの麺。どうぞどちらでも。はい、チャーシューいきます。柔らかくてとろけます。味がギュッと詰まったチャーシュバランスの素晴らしいラーメン、箸が止まりません。さあニンニクを活用してまいりましょう。こうやってね、こうしてニンニクプラスチャーシュープラス海苔イコール X、 はい、 X イコールさあ一気に書き込んでまいります。スープ盛りの方、はい、超こってりです。いや本当に美味しい。あっという間でした。このスープは痛風に悪そう。でも飲み干したっていいじゃない。さあというわけでございまして、行ってまいりましたうさぎ屋さん。いやー美味しかった。あのちゃっちゃ系の超こってりの油、しつこそうに見えるんですが、飲んでみると意外とスッと飲める。どっしりと濃厚な味わい、あれは癖になりますね。リピーターのお客様が多いのもうなずけます。またおかみさんが醸し出す空気が非常に優しくて、さらにラーメンの味が美味しくなるような気もします。土日などは開店から列ができるほどの大人気店でございます。館山城のふもとにございますうさぎ屋さん、おすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。